どうも僕です。以前ご紹介しました 2JZ を搭載したゲテモノビートル、かなりクレイジーな車で谷口さんも思わずベタベタ触っちゃったんですが、まあタイにはもっとクレイジーなっていうかドアフォーな車がいたんですね。今回はそんな車をご紹介します。このチャンネルではタヌグスさん独自のフィルターで少しでも車で遊ぶ楽しさをお届けするべく番組を制作しております。もしよかったらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは行ってみましょう。またね、すんげーの見つけた。これ EG6 のシビックなんだけど、これ絶対ねドリフトできちゃうね。なぜならリア駆動っぽい。ほらほら、シルビアの車種。これもやっぱり原型はひょっとしたら原型はセフィーロなのかもしれない。 V8、 トヨタの V8 だね。これファン UZ かな、多いけど。ナックルとかはほらシルビア系だよね。これはかっこいいな。いやこれかっこいい。あーすげえな。やっぱセフィーロっぽいな。これもなんかおしゃれポイントや。これなんかインプレッサかなんかのやつかな。色がいいよね。このホイールもかっこいい。コスミックの。いやタイヤ面白いです。わお、わお、すげえなこれ。何これ。あ、これオイルクーラーだ。ガッチリいってますねこれ。あ、もう切ってる切ってる。すげえな。かっこいいぜアキラ。ねえ、このシビックっていうのがいいよね。これシビックですよ。シビック。すごいさ、ブレーキまたこれまた。ブレーキ軽そうだよねこれ。そうですよねこれ。これでもう喋れます。皆様こんにちは、私のポケットでございます。
韓国から来た人かな。中国、中国、中国ですか。はい、ここハンカチあるな、ハンカチ。はいはいはい、お前水数える。はいはい、肩は出る、水数える。水数える。はい。ER さん、水数える。ER さん。あとは土日休みだもん。ダメでしょ。